プロセルピナはダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの絵である。カンバスに油彩。テートブリテン所蔵。プロセルピナにおいて画家は冬の間地下に住んでいるローマの女神を彼らしいラファエル全パのスタイルで描いた。ロセッティは絵に1874年という年代を描いたけれども彼は7年間8件のカンバスに描いてからこれを完成させた。 モデルのジェーン・モリスのように、彼のプロセルピナは非常に美しい女性で、顔立ちは優美で、両手はほっそりして完璧に、青白い肌は濃い髪の毛によって目立たせられている。ロセッティがこれを描いたとき、彼の精神的健康は極めて不安定で、そして彼のジェーン・モリスへの愛はせいぜい脅迫的であった。ロセッティはプロセルピナについて書いた。 彼女は致命的な果実を手にして薄暗い宮殿の回廊に描かれている。彼女が通りかかると彼女の背後で突然開いた何かの入り口から微光が壁に当たってちょっとの間人間世界の風景が許される。そして彼女はそちらの方をちらりと見る。彼女の傍らには女神の二人物として航路が立っている。背景のアイビーの枝は 絡みつくような記憶の象徴として受け取られるかもしれない。若者としてに集中するか、それとも死に集中するか決めかねて、彼の作品は、私的想像と文学的情報源の個人的解釈に満たされている。この作品に添えられたソネットは、憧れの試作品である。それでもやはり心は魂をおし立っている。ジェーンを誘惑して、そのウィリアム・モリスとの不幸な結婚から、 離れさせたいという熱望への避けがたいほのめかしを実行する。プロセルピナは禁断のザクロを味わったために、プルートの地下の王国に監禁されていた。飲酒の罠にかかって、ジェーンもまた、禁断の果実を味わっていた。ギリシア神話とローマ神話において、ケレースの娘プロセルピナは、プルートによって地下に奪い去られ、そして、プルートは、 彼女がアトニスを愛しているにもかかわらず、彼女と結婚した。ケレースがユピテルに自分の娘を地上に返すように凍った時、彼はプロセルピナがハデスのどの果実をも食べていないという条件をつけて賛成した。プロセルピナが6個のザクロの種子を食べていたから、彼女は1年間のうち6ヶ月をハデスにとどまり、残り6ヶ月を地上にいることを許されることが定められた。 ロセッティの絵における象徴主義は、モリスの制約のみならず、愛する娘二人の父である夫と恋人との間で、引き裂かれるプロセルピナの制約をも通説に示している。ザクロは、見る者の目を引きつけ、その果肉の色は、プロセルピナの、ふっくらとした唇の色と体になっている。ロセッティが述べたように、彼女の背後のアイビーは、くっついている記憶と時間の経過を表している。 壁の影は、ハデスにおける、彼女の時間であり、陽光の一角は、彼女の地上の別件である。彼女のドレスは、こぼれる、水のように、調汐の変化を示唆し、そして航路は、不死の人として、主題を表している。プロセルピナの悲しませられた両目は、絵の大部分と同じ冷たい青い色であり、もう一つの王国を間接的に見つめている。全体的に濃い色相は、 作品の色彩設計を特徴づけている。ロセッティのプロセルピナの第8最終版バーミンガム美術館1882年、プロセルピナのカンバスの上右には画家によってプリセルピナと書き記され、それに続いてイタリア語で彼のソネットが続いている。同じソネットが英語で額に書き記されている絵の下左の巻物には署名されそして年が示されている。 ダンテ・ガブリエル・ロセッチ・リトラス・サネル・コッポダのデル1874ロセッティによってデザインされた額にはラウンダルがありそれはプロセルピナの手にある薄く切り取られたザクロを反映してザクロの脳に似ているレーランドのドローイングルームにかけられたロセッティの絵6点1892年プロセルピナは左から4点目にかかっているロセッティは 1871年に絵に着手し、そして少なくとも18の版を描き、その最後がようやく1882年、彼の死の年に完成した。初期の初版は、チャールズ・オーガスタス・ハウエルに約束された。この記事で議論される絵は、フレデリック・リチャーズ・レイランドから制作依頼を受けた、いわゆる第7版であり、現在テートギャラリーにある、大変よく類似した、最終版は、 バーミンガム美術館にある。レイランドはロセッティに18点の絵を注文した。レイランドが最初のロセッティの絵を入手。3点の追加的な絵がその時レイヤードのドゥローイング、ルームの中にかかってたが、そのすべてをレイヤードはアゼントさせるものと呼んだ。ありがとうございます。